来たぞ。うああ、だらしねえな。うん、完成したってか。どれどれ。かあ、やっぱ色入ると綺麗だな。龍だから束持ってやがるよ。どのぐらいかかったってか。半年ぐらいだ。半年か。ああ、もういたくねえか。大丈夫だ。おう、完成綺麗だ。よし。よし。おう。おう。乾杯。ユミ、お前久しぶりじゃねえかよ。ちょっとこの辺で働けないかなと思って。なんだよ、ほんだったら連絡ぐらいしとこいよな。うん。おい、なんだよその指輪。これありがとう。だといいんだけどね。まだただのファッションかな。よし、探すか。してんのよ。もともと怖えんだよ。いらっしゃい、キルーちゃん。わお。相変わらず静かだな。あんたたちが来たら普通のお客さん怖がるでしょ。だから今日は貸し切り。意味は？買い出し。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。で、どうなんだよ。キルー組の立ち上げは。まだ決まったわけじゃねえ。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父ももうその気なんだよ。堂島組があの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。錦、控えろ。はい、またお前に先越されちまったか。優子はどうなんだ今。来月もう一度手術だ。多分それが最後になる。最後。それでダメなら。そうか。あ、来てたんだ。おう。もう酔ってんの？私も入れて。されちゃったから悔しいな。そうでしょ。いいよ、そっちは。
ひまわりには顔を出してるのか。いえ、意識も意味も最近はあまり言ってないみたいです。うん、たまには言ってやれ。お前らのふるさとみたいなもんだ。はい。ねえ、キリさんにお電話が。もしもし、俺だ。ユミが、なんで組長に。意識が。場所は。分かった、すぐに行く。どうした。堂島組長がユミを。来い。あの、親父、どけよ。おやじ、そいつは勘弁してください。お願いします。おやじ、来い。おやじ、俺行ってきます。引くんじゃねえ、引くんじゃねえ。お前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえ。ここは耐えるんだ。俺が手を回すまでお前はここでじっとしてろ。カズマ、ユミ、意識。